はい、それではまず社名とお名前からお願いします。はい、株式会社ディックコーポレーションの栗林雄太郎です。はい、栗林さんよろしくお願いします。それではお取り扱いしているブランドの方のご説明お願いします。はい、まずこちらが接触冷感の爽快ブランドのフリスクになります。接触冷感機能で、まあ、暑い夏でも汗をかいてもすぐに乾いて涼しく快適に過ごすことができます。じゃあスポーツの時に着るのがメインという形でよろしいですか。ね、そうですね、今回の展開はスポーツの時にぜひ着用していただきたいなと思っております。僕もフリスクはよく食べるんですけど、はい、スースーしたりするんですか。そうですね、まあ、できる限りフリスクのタブレットの爽快感を、皆さんに伝えていけたらいいかなっていうふうには思って企画しています。なるほど、他に何かございますか。はい、でちょっとこの隣に出しているこちらがモスキーヒというブランドで、虫除け、まあ、主に蚊だったり夏場に嫌になる虫用に虫除けの加工をしている商品で、ちょっとこういったメッシュのパーカー、まあ、そこでマネキンも着てるんですけど、こういったものが、まあ、蚊のみんな夏は嫌だと思うので、そういった方向けにもうアウトドアから普段の公園遊びいろんなところで使えると思います。ご興味のある方はお時間になりました。ありがとうございます。そうしました、今日来られてない方向けにメッセージとあれば一言お願いします。はい、まだまだ力のないブランドなので、ぜひご来店いただいて商品の取り扱いの検討でしたり、なんかいろいろ一緒にできたらと思うのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。